なんで膨れてたら何ですか？朝はむくむからね。え、むくみ取り。起きろー。みんな、こんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあ、いよいよ夏ですね。夏といえばヒュードーン、はい、花火ですね。たまやーかぎやちょっと朝から声は出ないね。じゃあ、なんで花火があんなにいろいろな色が出ると思いますか？実は、ある金属を炎の中に入れると特定の色を示す反応を利用しているんです。これを炎色反応と言います。今回はそんな炎色反応を身近なものやあと簡単に揃えられるもので実験をしてみたいなと思います。ぜひ自由研究などで試してみてください。それではレッツサイエンス。はい、あー、います。言うんかい。火を使うので保護者の方と一緒にやってください。あとはお水や濡れタオルなどを用意して実験してください。ではまずはアルコールだけを燃やした時の色を見てみましょう。まずアルミカップを準備します。その中に綿を小さく丸めて入れます。そしてその上から燃料用アルコールをかけます。では燃やしてみます。あー、燃えてる。燃えてます。消した方がいいかも。ではいよいよ炎色反応の実験をしていきます。まずはじゃん、重曹をさっきのアルコールにかけて燃やしてみます。重曹はこれ100円ショップとかホームセンターとかあと薬局あとはネットなどいろいろなところで手に入れることができます。よくお掃除とかでも使うのでとっても身近なものなのではないでしょうか。ではかけてみます。ではまずはさっきやったのと同じように燃料用アルコールを綿の上にかけます。そしてその上から重曹をかけます。重曹はどんなものかというとじゃーん、こんな白い粉です。あ、はい。じゃあちょっとかけます。あ、それでは何色になるのかよく観察しながらやってみましょう。ではいきます。はい、火がつきました。さあどうかな、ちょっとオレンジっぽいですけれども、ちょっとオレンジなんだけどたまになんか黄色っぽい感じもあるのがわかりますかね。ちょっと黄色っぽい。おお。さあ、炎の色を観察したところ、ちょっとだけなんか黄色っぽいのが見えた人もいたかなと思います。重曹はナトリウムが含まれているのでナトリウムは炎の中に入ると黄色になるんですね。同じナトリウムの仲間として食塩があります。よくお味噌汁をこう
沸騰させて吹きこぼしちゃったりするとガスの火の色が黄色っぽくなったりするのが見たことある人もいるかもしれません。あれも同じ炎色反応です。次は放射です。よくスライム作りとかで使ったことある人もいるかもしれません。これは薬局とかで手に入れることができます。じゃあ燃やしてみますか。放射どんなものかというと、さあこんな白い粉です。なんか重曹みたい見た目はね。でもさあ燃やしたらどうなるんでしょうか。じゃあかけます。ちょっと作戦変更。まずこの中に燃料用アルコールを入れて、アルコールにちょっと溶かしてみます。吸い上げました。それでは燃やしてみましょう。ほっ、今最初さあこの放射を燃やすと、最初少し黄緑っぽくバッと燃えて、でその後は炎のこのちょっと端っこのヘリの部分がたまにこう黄緑っぽく見えましたね。さあ続いてはミョウバンです。食品添加物って書いてありますけれども、お漬物をするようなあのご家庭にはもしかしたらあるかもしれません。私はちょっと実験用として持ってるんですけれども、割と身近なものですね。燃料用アルコールにミョウバンを入れたいと思います。ミョウバンはこんな感じです。白い粉です。さっきから白い粉ばっかりでもこうやって見た目では分かんないことも燃やしてみると分かることもあるかもしれないので、さあ入れてみましょう。そうやってね、物質の性質を調べていくっていうのはとっても大事ですし、面白いことだと思いますので、いざ燃やす。よし。はぁ、きれい、きれい。全然燃料用アルコールだけを燃やした時とは違う色が出てますね。ちょっと薄っぽい紫ですね。すごい綺麗でした。ということでミョウバンを燃やしてみたら薄い紫色っぽくなりましたね。これはカリウムの炎色反応の色です。皆さんおなじみの、もうおなじみじゃないか、使ってますよね。まだそう、まだ全然。よし、続いてはじゃん、チョークです。さあ黒板にねこうやって書くこの白い成分は一体何なのか、実際に燃やしてみましょう。じゃあまずはこのすり鉢でこういう感じでちょっと粉にしていきたいと思います。いきます。さあ続いてはサンボルド。これはホームセンターの園芸コーナーなどに売っています。植物のこの病気とかをこう防ぐのに使われたりしてるんですけれども、さあ燃やしたらどうなるのか、ちょっとやってみましょう。じゃあ入れます。
よし、あ、虫ごりんじゅうごめん一瞬可愛らしさを見せた。じゃあいきます。すごい、きれい、すごい緑色になってますね。これは分かりやすい緑ですね。しかもなんかやっぱこの火の緑ってすごい綺麗ですね。なんていうのかな、ね、なんかこのちょうど燃えてるところあたりの色がなかなか見られない火の色な気がします。すごい綺麗、これだけで花火やってるような気持ちになります。美しい、これはすごい、じゃあこのサンボルドーは燃やすとすごい綺麗な緑色になりました。これよく見てみるとこの成分のところに銅として 44.0% って書いてあって銅が含まれてるんですね。で銅は燃えると炎色反応で緑色を示すので、まあ、その色なんじゃないかなというふうに思います。すごい綺麗でした。で他にも銅が含まれているものがありまして、じゃん、この青色の折り紙の塗料に銅が含まれているということなんでちょっと試しに燃やしてみたいなと思います。どうなるんだろう、銅だけにいきます。緑すごい、これはすごい、ちゃんと緑になりましたね。予想が当たりました。すごいすごい綺麗、美しいですわ、これは。これはすごい、本当にこの青色のこの塗料には銅が含まれていたんじゃないかなということが分かりました。こんなに身近なもので炎色反応が楽しめるなんてちょっと意外ですよね。ということで今回は花火の炎色反応を身近なもので再現してみました。手に入れやすいもので実験できるのでぜひ皆さんも自由研究などで試してみてください。ちょっと火を使いますので、まあ、気をつけたりする部分はあるんですけれども反応がとっても分かりやすいので楽しめるのではないかと思います。そしていよいよ花火大会に行った時にはあっこれは銅の色だとか、あ、これはカリウムの色だなんてね、会話ができるようになると嬉しいなと思います。私は実際にそんな感じで花火見に行くとそういう話しかしなくなるのでよく止められるんですけれども、まあ、皆さんも仲間になってくれたら嬉しいなと思います。それではこの動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ドーン、ボンボンボン。